に寒くなってきたね。そうだね、かまどの火でもつけようか。どうしたの？君は確かお城に住んでるユッキーくん。いつも女王様と歩いてるよね。女王様が家来を氷漬けにしたんだって？それに女王様が行方不明？一体どういうことだ？とにかく一度お城に行ってみよう。氷漬けにされてるって一体何があったんだろう。お城の近くはえらく寒いな。冷えるね。バナオくん、目の前の氷、中見てよ。村人さんがいるね。氷漬けにされてるっていうのは本当だったんだ。それにこんなにたくさんの人が氷漬けにされてるのだ。真夏なのに雪も積もってるね。これは一体どういうことだ？なんだこの氷漬けにされたチェストは。怪しいな。ユッキーが王女様にプレゼントするはずだったものが入ってるらしいよ。開けてみてだって。開けろって言われてもな。どこからか、あ、ここが開いてるんだ。よし、見てみるね。開けポッピン。お？魔力を抑える糸で縫われた手袋が入ってたぞ。ユッキーはこれをプレゼントしたかったのかな。そうだって言ってるね。なんだって？女王様は、何者かに操られて心が氷漬けになってるらしいよ。ユッキーの作った愛情たっぷり手袋をつけたら凍った女王の心も溶かされるんじゃないかな。でも女王様がどこに行ったかもわからないし、こんな寒さの中で闇雲に探すのは危険だよ。でもこのままにしてたらみんな死んじゃうよ。そうは言ってもな、何か手がかりさえあればまだなんとかなると思うんだけどな。手がかりね。カシ君、あっち見て。どうしたのパノ君。入り口がキンキンに冷やされてるよ。女王様があそこを通ったから凍ったんじゃないかな。本当だ、氷漬けになってるぞ。でもこれだけの魔力だよ。やっぱり村の衛兵さんとかにお願いした方がいいんじゃないかな。でも時間が経ったらどんどん氷漬けになって危険な目に遭ってくよ、村人さんたちが。確かにそうだけど。カシー君、男なら腹くくれ。カシー君、自分に言い聞かせて。君は最高のバナナだよ。もう分かったよ、何があっても知らないぞ。あとバナオ君、僕は確かに男だけどバナナじゃないぞ。すごい、海が氷漬けになってるよ。大変なことになってるね。でもこっちに進んでるってことは女王様が向こうの山の方に行ったのかもしれないね。間違いない、ちょっと行ってみよう。なんだかすごく嫌な予感がするんだけども。おいら雪って好き。いったー、何するのだバナー君。楽しいよね雪遊び。ずいぶん山奥に来ちゃったな。なんか家もあるし入ってみる。そうだね、ここはお店屋さんかな。ちょっと店員さんに話を聞いてみようよ。すいません。誰もいないな。で、うわ、見てよ二人とも。おお、店員さんも氷漬けにされちゃってるよ。じゃあここは女王様通ったってことなのかな。だね、この方向で合ってたみたい。よし、それなら他に何か手がかりがないか探してみようよ。あれ、外にあるのかな。手がかり、手がかり。どうしたのバノ君。この木凍ってるね。本当だ、それにその先も見てよ。あれは一体なんだ。もしかしたら、女王様が魔法で何かやってるのかもしれない。確かにあるかもしれないね。無理なことだ。ナイスマーちゃん。とにかくあの先に行ってみようよ。まるー、なんか大きな何か。やめてよカシ君。ごめん、バレちゃったか。大きな何か見えてきたね。本当だ。なんだあれは。あれは氷のお城なのだ。綺麗だね。間違いないよ、きっとあのお城に女王様がいるんだよ。なるほど、なら早速行ってみよう。でも一体どうやってあそこまで行く。二人とも、こっちを見てみて。崖を渡れるようになってるみたいだけど、両サイドにスノーゴーレムがいるね。でもスノーゴーレムは
優しくて人間には攻撃してこないから大丈夫なのだ。いや、でももしかしたら女王様の魔法の力で何か罠が仕掛けられてるかもしれないから気をつけていった方がいいかもしれないぞ。うん、それに遅いから落ちたら一撃必殺だね。気を引き締めてかかるぞ。まるー、うん、それじゃあ私から行ってみるのだ。大丈夫、まーちゃん、気をつけてよ。みんな行くよ。気をつけてよ。うわ、大変だ、スノーゴーレムが襲ってきてるぞ。よし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 、なんとかこらったけど。ナイスナイス。それじゃあバノ君、カシリ君、気をつけてね。いいの、先に行ってもいいの。どうぞ。お言葉に甘えて行こうかな。気をつけてよ。うわ、下はマグマの川になってるんだ。でもさっきの雪玉は当たらないから大丈夫大丈夫、落ち着いていけば。うわ、いて、いて、まずい、めちゃくちゃ狙われてるんだ。死ぬ死ぬ、危ないぞこれは。気をつけて。え、なんで、で、よし、なんとか、なんとか渡れたぞ。いて、いて、ん？いて、いて、え？え？あー、雪合戦楽しかったね。俺らの勝ちでしょ？違うの？しょうがないな。それでいいよ、バナオくん。よし、それじゃあ先に進むぞ。行くぞ。死ぬところだった。近づけば近づくほど大きく見えてきたね。もう少しで頂上なのだ。うん？なんだあれ。巨大な雪だるまさんがいるね。これもスノーゴーレムかな。なんか寄ってきてるよ。いて、うわ、え、襲ってきてる、僕たちのこと。何こいつ。聞いてる聞いてる。このまま落としちゃう。その作戦乗った、落とせ落とせ。え、よし、攻撃して。ああ、よっしゃー、やったー。やったねー。谷底に落ちてったぞ。危ないとこだったねー。でも無事によかったのだ。よし、それじゃあ早速お城の中に潜入してみようよ。わるー。ただ気をつけてね、まだ何かいるかもしれないから。あー、おっきいねー。そして寒いな。ん？なんだこれ、解けない謎謎。答えはどっち？水、氷、どういうことかな。どちらかが答えなんだろうけど、間違えるとこれ大変なことになっちゃいそうだね。解けない謎謎、みんなで考えてみようよ。こんだけ寒いからきっと氷だよ。あ、バナオくん大丈夫？なんとか上がってくっす。はあ、危なかったね。おかえり、無事でよかったね。危ないどころの騒ぎじゃなかったぞ。解けない謎謎、つまり氷は溶けるだけど水は溶けないということで、正解は水だったっていうことなのかな。なるほど。お城の扉が開いたのだ。早速入ってみるよ。気をつけるのだ。足元がすごく滑るね。危ないから気をつけろ気をつけろ気をつけろ。うん、これは危険そうだね。針地獄になってるよ。それに氷のアスレチックが続いてる。氷だから滑るし、めちゃくちゃ危険だよ。それに道も二手に分かれてるな。迷った時は左だ、気をつけていこう。みんな気を引き締めていくよ。了解。えい、おー、えい、気をつけて。ツルツル滑るね。本当だ、もう少しで階段にたどり着くのだ。すごい滑る、危ないな。二人ともバナナの皮に滑るから気をつけてよ。でもバナオくんよりは滑らないのだ。誰が滑ってんねー。面白くないぞ。おい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 、うわー、危ないところだったな。すごい危なかったね。でもなんとか無事アスレチックを渡ることができたみたいだね。よし、それじゃあこのまま先に進んでみよう。行くぞ。ん、待って待って待って、バナオくん、どうしたの。ここにチェストがあるぞ。本当だ、ちょっと見てみよう。中にはダイヤモンドのヘルメットにチェストプレート、レギンス、ブーツ、剣、弓、それに矢が入ってた。もしかしたらこの先にまた何か強敵がいるかもしれないから着替えておこう。まるい、ダイヤのフル装備、これなら何が来ても大丈夫。行くぞ、ついてきて。行くよ。気をつけてね。上には何があるのかな、楽しみだね。どこまで続いてるんだろうな。え？ん？あ、なんかスルスルしてる人がいるね。うん、なんだあれ、危険そうな匂いがプンプンするよ。こっちに来てるな。よし、弓矢で倒していこう。よし、いいぞ、いい調子いい調子。足元滑るからみんな気をつけていこう。結構強いのだ。手強いなこいつ、
強いね。気をつけて。ダメージを受けると動きが遅くなってしまう。なるほど、うん、2人ともそんな近くで大丈夫？うわ、視界も悪くなるぞ。なんて強いんだ。なんで狙われてるのだ。きっと、うん、この後ろの侵入者を排除する守護神なんだよ。ナイス、マノオ君。いや、危ないとこだったね。なんとか助かったのだ。それにしても一体ここはどこなんだろう。一番上まで上がってきたような気がするけど。え、どうしたの、マノオ君。何あれ、誰かいるよ。え、あの先にいるのはもしかして、うん、行方不明になったっていう女王様。すいません、ホッピンズです。ユッキーから預かったものを届けに来ました。あ、手袋が似合ってるね。それに魔力を抑える手袋のおかげで元の優しい女王様に戻ったのだ。これでこの国も安心安全だね。よし、それじゃあみんなで村に戻ろうよ。マリー、なんか変な音が聞こえてきたね。またまた怖いこと言っちゃって、バナオ君は。冗談きついぞ。なだれが起きてるよ。えぇ、あ、やばい。あ、やばい。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。